ウェルカムバックハヤトです。エピソード138、今日は金曜日でございます。今日は朝6時から、デスクで、副業の方ではなくて雇ってもらってるうちの、子供たちの、飯になる給料を払ってくださっている会社の仕事に没頭しております。なので特にこれという面白い話がありません、残念ながら。はい。でもね、こういう仕事をやらなければいけない日が、実は多くてですね、面白い、ブログにはなりませんけど、まあ日記である以上は残しておきましょう。ちょっとね、外に来て気晴らしいと思って、なんか面白い話でも思い浮かぶかなと思ったんだけど、ありません。じゃあいい、一つだけこれいつかやってみたいなって思う仕事があって、これよこれ、高層ビルの窓やる人たちね。えこれあ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 れがね、揺れるんだよね、風でね。乗ってみて、ああいうの大好きなんだよね。そんで気づいたら5時、早めに切り上げて帰ります。今日はなんか元気がないです。あーと、やっと、家に着きそうです。まあ本当にこれという話がなくて、ちょっと気力がなくて、なんかね、非常にちょっと疲れたムードです今日は。まあずっとこう一日曇ってたっていうのもあんのかな。そんなに曇ってなかったよね、今朝の9時のやつ。ちょっと見返してないけど、見直してないけど、はい。まあとにかくね、これから帰って、まあ家内のまたうまい飯を食い、本当に、家内を感謝して、今日ね義理の母が泊まりに来てるんですよね。義理の母ともちょっと話して、まあみんな多分テレビ見ながら、俺は横で、パソコン開いて、もうちょっと副業の方を頑張るかな。よっしゃ、自由はそこも、もうすぐそこまで来てるとかって自分に言い聞かせる日が必要なんです。実はちょっと気力がないですけど、なんかね、一つちょっとんと思って、ぜひこれ見てる方コメントしていただきたいんだけど、なんかね、130これ7とかまで、出して、まあいろんな人が見てくださってるんですけど、まあね、なぜかエホバの証人のご夫婦とお話をした時のやつの再生回数がバカ高いんだよね。あれはなんででしょうか。エホバの証人ってみんなやっぱ検索してんのかな、興味あんのかな、超不思議です。知ってる方いたら教えてください。サンキュー。